ヒヤッハー、タネチョコだぜ。アンドキャスターは福山潤のラブナイツ。2月13日水曜日深夜1時を回りました。皆さんこんばんは、福山潤です。いやー、アンドキャスターはラブナイツ、月曜から木曜深夜1時からの生放送、水曜日は私福山潤がお送りしております。いやー、もうラブナイツもついに20回ですか。こんなくだらない番組ももう20回はね、文化放送の懐の深さやったりはもう世界一かもしれませんね。いやー、しかし今日はですね、13日の水曜日ではありますが、まあ日付が回ってしまって、もう言ったらバレンタインデーでございますね。いやー、皆さんチョコを練ってますか。湯煎でチョコ練ってますか。徹夜でチョコ練ってますか。大丈夫です、チョコはそんなに待たなくても冷えますからね。まあちなみにですね、もう僕はね、バレンタインデーってね、日本特有でしょ、チョコって。ってそもそも何の日なのかってみんな忘れてんじゃないですかね。愛を語る日だと、愛する方に愛を語る日だと。いや、これが一説ですよね。もう一説が、地球の周りにあるですね、磁場のバンアレン帯がね、発見された日であると。皆さん、バンアレン帯知らない？バンアレン帯知らない？バンアレン帯があるからさ、オーロラ見えるんだよ。ほんとほんと、放射線帯なんだけど、そこに粒子がこう反応してオーロラが見えるっていうね、アメリカのね、学者のバン・アレンさんがね、発見したと言われてる。それがバン・アレン帯の起源だっつって言ってんだけど、誰も信じない。まあ嘘だからしょうがないんだけどあ、でもバン・アレン帯はあるんですよ、本当にあるんです、あるんです。あとでググってみてください。地球の周りにバン・アレン帯はあるからね。これね、もう十何年言ってきてんだけど、誰もね信用してくれないんですよね、僕が言うから。これ誰が言ったら信用してくれる？森久保さんが言ったら信用してくれるかな。諏訪部さん、あ、やっぱエロボイスが言えば信じるんだバンアレンタイ全然似てねえ。じゃあ森久保で、バンアレンタイ似てねえよ。もう俺本当にねえな、どうすりゃ似るのまあね、前回はね、大喜利もたくさんやってもらいましてね、反響ありましたよ、大喜利。なんかあれさ、ちょっとさ、ジュンジュンさ、なんか浪川が花の名前が読めないみたいなこと言ったって今日浪川さんに言われましたなので丁寧に大喜利企画であってこんな回答が来ましたよって言って見せたらすげえ笑って、あ、これ俺も読むわっつって喜んでくれましたね。はい、というわけでこの番組はですね、動画配信サービスアンドキャストと文化放送東海ラジオで同時に配信放送されております。アンドキャストはキャストと遊べる新動画配信サービス、配信中に皆さんからのアバターからコメントを番組宛に送ることができます。またアプリ画面下のクエストに参加するとランキングに応じて素敵な番組オリジナルの報酬をプレゼントします。参加するにはアプリ画面右下のボタンをタップしましてエールを送ってください。シャボン玉などのほか送ることのできるエールは色も形も様々ですよ。アプリ画面左下のアイテムをタップして確認してくださいね。ということで、これは1月の報酬、2月の報酬ですね。2月の報酬は1位サファイアの大きな古時計、2位から5位はですね、サファイアの蓄音機、そして6位から10位はですね、アゲハチョウのぬいぐるみ、クッションでしょ、クッション、ぬいぐるみ、イーハル、イーグル、イーハル、ぬいぐるみ、はい。そしてやってまいりました、11位から100位はですね、食材でございます。いや、やっぱラブナイツはこうでないと。そして101位から1000位はですね、ラブナイツのウォールステッカー、バラ、サファイアとなっておりますね。そして全員報酬はエールチケット30個、まあそしてですね、新しいガシャアバターは行商人でございます。いるかな、行商人、行商人、あれちょっと行商、あ、え、行商人、あ、ちょっとあれ、あ、いる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 、おー、いいですね、行商人ね。行商人って言うとね、どうしても俺なんでかね、キャラクターボスで桜井貴博と思っちゃうんだよね。ほら、アニメでさ、化け猫ってやってたじゃん、あのクスシがね、なんとなく入れ立ちとしてはクスシだけど、なんか行商人にも見えるじゃん。だからなんとなくね、まあ熊取りもしてるから親近感湧きましたよ。桜井貴博なんじゃなかろうかとね、思ったりします。はい、まあそしてバレンタインデーも近いということで、てかもう日付終わって今日ですからね。はい、ラブナイツのオリジナルエールアイテムの宝石がチョコに変更になっております。期間限定ですので、ぜひこの機会にチョコをゲットしてください。ちなみに番組の最後にはその日のトータルのエールポイント上位の方のハンドルネームをご紹介しております。皆様のご参加をお待ちしておりますよ。本編終了後にはアンドキャストだけで見ることができるアフタートークもありますので、お楽しみに。今日はね、盛り上がると思いますよ、アフタートークもね。はい、気になった方はアンドキャストをぜひダウンロードしてみていただけました。それでは本日のメールテーマを発表しましょう。今週はこちら、マイソウルフード。はい、先週の放送で自らのソウルフードは10分どん兵衛を美味しくいただいちゃいましたね。はい、まあ言ったら、あれ自業自得なのかな。だって
あ、3分僕が噛んで40分ぴったりになったらちょうどよくカップ麺が食えるっていうねメールをいただきましたから、やったら全然噛まないのね俺ね。え、だから今日だってそうじゃん。俺今数えてるから噛んだの2回だけだからね、うん、あのペースで読んだらそりゃ噛むよね。だからほぼ噛んでない、うん、だって大体で前回だって39回でアフタートーク入れて45回とかでしょ、トータルで噛んだの。新記録には及びませんでしたねっつってね、なんかいただいてましたよね、そんなのメールね、紹介しましょうかね。はいはいはい、こちら泉さんからいただきました。先週は八木橋さんへのサービスもあり多めに噛まれていて、おいおい、そうです、八木橋さんへのサービスでした。また数えてみました。結果は完全なアウトなもの神が15回、おい、甘神が21回、言い間違いが8回、合計44回と惜しい結果でした。ちなみに最高記録の1時間48回は平均すると75秒に1回噛んだことになりますが、75秒とは某ハンバーガーショップの注文から商品が届くまでの平均時間だそうです。とっても日常的な時間ですね。お疲れ様です。泉、お前の挑戦状受け取ったぜ。確かにね、1時間にね、だって48回っつったらね1分ちょいだもんね。まあこれギネス申請したら取れる？いけるかな？こんな不名誉なギネスの取り方もある？あれギネスの審査員呼ぶの自腹だってね、結構お金かかんだってねあれね。はい、まあでも今日はね、まあ結構なんだかんだ気合入っておりますんで、まあということで、ですね、まあこれ僕が噛まなかったら10分どん兵衛は1時間経つとどうなるのかね、試してみてもいいよね。一回ちょっとそれ頭からお湯注いで噛んだ段階でどんぐらいなのかっていうのを一回ちょっとやりましょうか。置きに行く全部。だって噛まないの置きに行くよ、実験だから。それいつかちょっと忘れた頃にねやりましょうね。はい、ということでソウルフード募集しておりますよ。まあ自分はこれを食べて育ってきましたというものですから、地元のものでもいいし自分のマイソウルフードですからね、それを募集しております。メールは公式サイトの応募フォームから送ってください。たくさんのメールお待ちしております。もちろんアンドキャストでご覧の方はコメントでも OK でございます。ということでそれでは始めていきましょう。アンドキャスターは福山潤のラブナイツ、今日も深夜の大事な睡眠時間無駄にしちゃいましょうね。アンドキャストアワー福山潤のラブナイツ、あれもう始まってる。アンドキャストアワー菅沼誠史と米内優樹のラブランチ、月曜日は僕らが安定感たっぷりにお届けしています。他の曜日のお手本月曜ラブランチは配信アプリアンドキャストと超 A&G プラスにてお昼12時から見てね、聞いてね。え、時間余ってる。動画配信サービスアプリアンドキャストと超 A&G プラスでお昼12時から生放送。アンドキャスターはラブランチ、火曜日は入江レオナと上西哲平と一緒にランチタイム。今日のランチはこちら。おいしい。何ですかこれ。ユーザーさんから届いたメッセージだよ。なんだか元気が出てきた。メッセージおかわりしてもいいですか。月曜日から土曜日お昼の12時から13時は男性声優が日替わりで登場。アンドキャスターはラブランチ、水曜日担当の赤羽健二と浜健人です。動画配信サービスアプリアンドキャストと超 A&G プラスで好評配信中。お昼休みは日替わりランチを召し上がれ。アンドキャスターは福山潤のラブライツ。改めましてこんばんは、協力青鬼プロです。このネタわかる人いるかな。わかるでしょ、わかるでしょ。これがわかればね、聞いてる人はね、いや何を言ってるかよくわかるはず。うん、関連性あるでしょ。どうもこんばんは、協力青鬼プロです。これがダイレクトリアルタイムでわかるやつはだいたい俺と同い年だよ。わかんないか。はい。まあ、ということでね。まあ、今週もいろいろありましたよ。なんだかんだでね。まあ、まあ、触れざるを得ないでしょうということでね。まあ、土日とですね。ずーっともうやる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 と言ってね。なかなかこう、お待たせもしておりましたがですね。ついにコードギアス復活のルールシーンが公開になりましたね。舞台挨拶も、2日間で、計10回、10ステージやりましてね。いや、多くの方々に来ていただきまして、ご来場いただいた方、本当にありがとうございます。そして見ていただいた方、本当にありがとうございます。まあ、言えることは僕は少ないですが。出てます。出てますよ。だから、俺もあんまりね、よく分かってなくて、ずっとその公開されるまでは、CM は、僕の声なんか一切出てない、ルルーシュが出てない CM だったのが、なんか公開されてから、なんか僕のセリフがいっぱいあって、僕が復活のルルーシュって
言ってる CM が流れてたね。びっくりした俺。え？いや、なんだろう、いろいろ撮ったから、ああなったんだねって言って。いや、もちろん、ね、そういう宣伝、だってタイトルなんて読むのは宣伝用だからさ、撮ってはいるんだけど、あのフォーマットで俺は撮ってないから、だから、あれ、こんなのできたんだと思って。まあ、いろいろとね、本当にいろんな方々が、出ないって言いながらも、どのように宣伝してきたかっていうところのね、難しさね、内容を語らないで、だからね、本当ね、公開までの俺、もう腐るほど取材受けてたから、もう本当。だからね、言えることも少ないっていうところでね、頑張らさせていただきましたね。はい、ありがとうございます。まあ、ということでね、いろいろ私くっちゃべってると、今日企画もありますから、先にちょっとやらせてもらいましょうかね。ということで、このコーナー行ってみましょう。オビナイツ！月曜から木曜までのパーソナリティが同じテーマの質問で、それぞれ質問の選択肢を考えていき、皆さんにエールで答えていただくこちらのコーナーでございます。今週はバレンタインデーがある週ということで、いつもとはちょっと違う企画をお送りします。テーマはこちら、オビナイツスイートストーリー。今週はオビナイツスイートストーリーと題して、毎日スイートなミニドラマをお送りします。ストーリーの途中で A と B 二つの選択肢が出ますので、続きを聞きたい方にエールを送ってくださいということで、ストーリーですから、なんて言いますか、僕がね、パーソナリティよりも本業の声優としてね、お送りすることになりますね。いやー、ほんとね、ここでやりたくなかった。まあ、それではね、五択を並べてもしょうがないので、早速、オビナイツスイートストーリー、お聞きください。ここは、都内のどこかにあるという、アンドキャスト学園高等部。この学園には、とある一つの伝説がある。それがいい声先輩。部室棟の一番奥、部活名も書かれていない部室の入り口をゆっくり4回叩くと、奥からいい声で返事が来るのだ。そしてその声の主は、どんな悩みでも一瞬で解決してくれるということもあり、生徒たちのちょっとしたお悩み相談場所になっていた。誰が何のためにそんな相談に乗っているのかは誰も知らない。誰もそのいい声先輩の顔を見たことがある人はいないのだ。そんな謎多き人物、いい声先輩は今日も生徒たちのお悩みを解決し続ける。ちなみに明日はバレンタインデー。たくさんの女子生徒からの恋愛の相談を受けている中での出来事。はい、何かご用ですか？ああ、明日のバレンタインで人生初の告白をしたいですか。いいじゃないですか。ぜひ勇気を持って告白してください。ま、そんなんですんなり告白できるんだったらここに来ていませんよね。いい声先輩は誰に対しても敬語、いつも落ち着いた雰囲気だから、あまり人に言えない悩みも自然と相談してしまうのかもしれない。そうですね。では僕からあなたに2パターンの告白必勝法を与えましょう。まず一つ、方言を使ってみましょう。あなた2年1組のラブミさんですよね。確か出身は大阪だったかな。男子って女性の方言にはめっぽう弱いものですから、あなたが関西弁で告白すれば間違いなくお相手の方はドキッとするでしょう。どうです？いけそうな気がしません？そしてもう一つ、それはツンデレです。男子はちょっと強がってる女子にどうも弱いものですからね。恥ずかしい気持ちを隠してるように見せかけて顔は真っ赤なんて見たら、ズッキュンドッキュンですね。ズッキュンドッキュン、ズッキュンドッキュン。さあ、この二つが僕の考える告白の必勝法です。でもどちらも一緒にやるというのはちょっとあざとすぎるかな。あまりおすすめはしないです。どちらかを選んで使ってもらえればと思いますけど、ラブミちゃん、君はどっちにしますか？悩むラブミ、そしてラブミはいい声先輩に一つの意外なお願いをする。え？一度
告白される側の気持ちを知りたい。ああ、そう言われても、もしかして僕に一度告白してみろって言ってます？ああ、そんな、困ったな。ラブミは必死にお願いをした。ドアに何度も何かがぶつかる音が。お願いのしすぎで頭をドアにぶつけている。ああ、わかった、わかったから、もうドアに頭をぶつけないで。怖い、すごく怖い。じゃあ改めて僕が男の立場としてラブミちゃんにお試しで告白をするから、それで告白される側の気持ちを体験してみるってことでいいね。ただ、さっき教えた2つのうちのどちらかだけ、これはルール。ラブミちゃんが使いたい方を1つだけ選んでくれる？関西弁かツンデレか、ラブミは悩んでいた。そして一つ自分の中で結論を出すようにうなずいてから気持ちを伝えた。ラブミが選んだ選択肢は、さあここで選択肢がやってまいりました。選択肢はこちらの2つ。まずは A、 関西弁を使った告白。そして B、 ツンデレ要素を入れ込んだ告白。まあ確かにね、方言とね、ツンデレは男子の好きなものですかね、嫌いな人はいないでしょう。ただまあここはね、なかなかにして好みはバッツリ分かれると思います。ということで、こちらの2つのうち、より続きを聞きたい選択肢にエールで投票してください。投票するときはエールを送りたい方のパネルに先にタッチしてください。それからエールを送ってもらうことで投票になりますよ。ということで、ぜひ皆さんどんどんエールを送ってください。宣言時間は3分でございます。クエストが画面に出てきたら好きな方にエールを送ってくださいね。アンドキャストでご覧の皆さん、たくさんの投票お待ちしております。ということで、それでは時間が来るまで普通歌を紹介いたしましょう。ということで、こちら、巻上さんからいただきました。コードギアス復活のルルーシュ公開おめでとうございます。 ありがとうございます。そして5劇場10回の舞台挨拶お疲れ様でした。いやー、まあ結構ね、たくさん回りましたね。はい、大阪最後の舞台挨拶に参加させていただき、ルルーシュ役の福山さんと朱雀役の桜井さんに加え、谷口五郎監督も登壇され、お三方の12年間の思いや貴重なお話を聞くことができ、感無量でした。また福山さんが小声で吹き込んだ関西弁、もうええがなで自己紹介をする桜井さんを同県出身として謝る監督という流れも面白くて印象的でした。舞台挨拶でのエピソードなどございましたら、ぜひお聞かせ願いたいです。ということで、まあそうなんですよね、大阪で舞台挨拶をした時は、東京はですね、まあ村瀬くんもいたりとか、そして上野の舞台挨拶では島崎信長くんも合流してくれたりと、まあ盛りだくさんでもあったので、大阪は僕と桜井さんと、そしてまあ谷口監督と、この3人でやったんで、桜井さんが舞台挨拶で最初に毎度とか大きにとか、まあそういった大阪弁を入れて必ず自己紹介してる中で、まあ最後のところは考えてなかったのか、あ、やべえ、考えてなかったって言ったので、僕がもう映画だっつって、もう映画だ、桜井孝宏ですという感じになるというね。まあ締めの一言でしたねみたいな、そんな感じのやり取りをしながら、まあまあ打ち合わせも何もしてなかったんですが、なんとなく空気感でわかるもんだなと。まあ桜井さんと谷口さんが同じね、出身県ということで、まあそこで谷口さんがまたアドリブを聞かせましてね、同県出身者としてみたいな。あの人監督なのにね、喋れるんですよ、不思議にね。弁が立つんですね。んで、そういったアドリブにも、まあ、対応していただけるというね。まあ、しかし、谷口さんがコードギアスで舞台挨拶に一緒にやっていただくというのは、三部作の劇場版も含めて、あと、テレビシリーズからの、例えば上映イベントも含めて初めてということで。で、コードギアスのプロジェクトとして大阪に行くのも実は初めてだったということで、結構、まあ、貴重な舞台挨拶になったのかななんて思いますが、まあ、内容は皆さん見ていただいてということで。まあ、しかしながらですね、一回見ただけでは、すべての情報は拾いきれないぐらい、いろいろな、もういろいろなネタがありますので、まあ一回見たでも十分なんですよ。だけど、本当にいろいろ、あ、そういうことだったんだっていうのは二回目からわかるというね、いうものもありますので、これは結構ね、ヘビーで見て楽しいんじゃないかななんて思っております。はい、じゃあ次行きますかね。はい。こちらですね、ロマンチッククミンさんからいただきました。いいですね。福部さん、こんばんは。昨年、
ラブレター、パリ市ロマンチックを入手し、毎日のように聞いておりました。ああ、ありがとうございます。そのせいか、連休が取れた時にパリに行こうと思い立ち、先週パリ旅行に行ってきました。うわ、嬉しいですね。地下鉄に乗り、セーヌ川からエッフェル塔を眺め、モンマルトルの丘からパリ市内を見下ろし、ダリ美術館にも立ち寄りました。うわ、もうほんとそのコースですね。パリの街並みは美しかったです。ちなみに、片手にフランスパンを持った人は、5回は見かけました。ああ、やっぱいるんすね。はい。3泊5日という短い滞在でしたが、楽しい一人旅になりました。福山さんが今行ってみたいところはどんなところですか？また世界を旅する CD を楽しみにしていますということで、ありがとうございます。いや、こちらですね。僕はもう何年前だろう。もう10年近く前になるんですかね。9年とか、まあでもそんぐらいですかね。に、リーディング CD を出させていただきまして、パリ市ロマンチックということで。曲をですね、オリジナルで作っていただいて、ザハトルテさんという、ギターとですね、そしてアコーディオンとチェロと、このカルテット、3人でやっていただいて、トリオですね、カルテットじゃない、トリオで、やっている、インストでやっている方たちで、本当ですね、そのワルツに乗せたりだとか、いろいろそのパリの情景をこう思い描けるような音楽に、そのリーディング、詩はですね、岩里優穂さんが作っていただきまして、アクエリオンの作詞とかで有名なね、その中で僕が、パリに、一週間滞在して、そこでラブレターとして、大好きな方へにも、手紙を送っているというのをリーディングで約40分ちょいですかね。これ生でもやりまして。セッションもしましてね。これね、自由に読んでるようでいて、実は音楽にちゃんと合わせて読むセクション決めてるので、生でやるとね、結構タイトなんですよね。まあ、結構そこのところも含めてかなり面白かった。そして、何よこのザハトルテさんのチェロをやっていた陽介さん。ヨースがカタカナで、ケはね、毛髪の毛なんですけど、このヨースケさんがですね、実は先週僕も語りましたけど、東海道四谷怪談外伝嘘、朗読劇やりまして、そちらで、チェロの演奏をしていたのはこのヨースケさんということで、僕ね、ほんと9年ぶりぐらいにお会いしまして、久しぶりみたいな感じの、そんな再会もありまして、いいタイミングのメールをいただきましたね。はい。ということで、なりましたね。ありがとうございます。さあ、ということで、先ほどのオビナイツの投票結果が出ました。今週のテーマは、オビナイツスイートストーリー、続きを聞きたいのはどっちでしたが、A、関西弁を使った告白、B、ツンデレを取り入れた告白、これ、僅差ですね。52.62% を獲得しましたのは、A の関西弁を使った告白でございました。まあ、ということで、ちょっとあらすじを紹介しましょう。ここまでのあらすじはですね、いい声先輩に告白のアドバイスをもらったラブミ。告白される側の気持ちを知りたいと、いい声先輩に実際に告白してもらうことに、ラブミが選んだのは関西弁の告白だった。どんな告白を聞けるのか、ということで。それでは、A の関西弁を使った告白のストーリーをお聞きください。そうですか。関西弁の方にしましたか。わかりました。参考になるかはわかりませんが、一度だけですからね。よく聞いてください。ごめんな。急に時間作ってもろて。ラブミ、今日どうしてもお前に伝えたいことがあるんや。まあこういう風に改まって言ったらある程度思うかもしれへんけど、もう明日バレンタインやろ。チョコをもらうっていうのが男のなんか醍醐味みたいになってるけど、本当のバレンタインは好きな人に愛を告白するっちゅう、そういう日やね。だからチョコやなくて、俺からラブミに愛の告白をさせてもらえたらな思って。ラブミ、すっきゃねん。あんた、すっきゃねん。どうですか？告白される側の気持ちは。あ、そうですか。参考になったなら幸いです。明日、バレンタインデー、頑張ってくださいね。応援しています。ドアの前からラブミが去っていく。その足音は、心なしか、来た時よりも晴れやかなものだった。はぁ、うまくやり過ごせたかな。練習とはいえ、本当の告白なんて生まれて初めてだよ。こんなにドキドキするものなんだ。また一つ経験になったな。
ラブミちゃんの告白、うまくいきますように。いい声先輩はまだドキドキしている自分の心臓を抑えて、窓から見えるラブミの後ろ姿を目で追いかけていた。ちなみにこの次の日、いい声先輩の中の人がとある女生徒に関西弁で告白を受けたというのはまた別のお話。はい、ということで、オビナイツスイートストーリーをお聞きいただきました。ということで、いかがでしたかね。反響気になりますね。まあ、ちなみにこれ A と B、どっちか決まったら俺がアドリブでやるっていう設定でございまして、いやー、関西弁でよかったです。今日もね、関西弁の仕事やってきましたんでね、ちょっとねリハビリができておりましたから。ちなみにね、わかる方はわかると思います。特に関西在住、最後のね、すっきゃねん、あんたすっきゃねん、これはですね、屋敷高人さんですね。いやー、やっぱり大阪と言ったら屋敷高人さんでしょ。あんたすっきゃねん、いや、いいんじゃないですかね。ええ。ま、ということで、これ、企画やってみたいですかね、また。どうなんですかね、皆さん。ええ。なんか、これ皆さんもね、こういったストーリーの分岐みたいなのね、募集して皆さんでこう紡いでいくっていうのもありなんじゃないかな。分岐をね、いろいろ設定して、皆さんのメールでどういう風にやっていくか、選出して、ストーリーを考えてもらうのも、っていうのもありなんじゃないですか？ね。これ、週でね、みんなで共有してやるっていうのもありなんじゃないですかね。ね。ちなみにこれ、誰が書いたの？ちょっと待って。こういうさ、甘く切ない、このなんかこう、バレンタインデー的なスイートスイートなストーリーを何？インフルエンザが書いたの？インフルエンザが書いたの？うわー、ゾフルーザ、ゾフルーザ、タミフル、あ、タミフル、ということで、今日のこれ書いたの、タミフルですって。はい、ということで、明日はどんなストーリーになるのか、お楽しみに。アンドキャストアワー、福山潤のラブナイツ。文化放送東海ラジオ、そしてアンドキャストでお送りしているアンドキャストアワー、福山潤のラブナイツ。ここからはテーマメールを紹介していきましょう。今日のテーマはマイソルフードでございます。ということで、早速紹介しましょう。こちらですね、オパールエビさんからいただきました。私のソウルフードは梅干しです。ほう。私は小さい頃から自家製の梅干しを食べて育ってきました。実家には梅の木があり、毎年収穫した梅の実を使って梅干しを作っています。なのでお店で梅干しを買ったことがありません。うわー、いいっすね。一人暮らし5年目ですが、今年も実家から梅干しを送っていただき、美味しくいただいています。お母さん、ありがとう。いいっすね。確かに、梅干しをなんか作るっていうのはね、結構自家製のものは僕の子供の頃ありましたね。母親うち作っておりましたし、あとですね、夏になると、その梅を、青い梅をこれ穴開けて、そして梅でつけて、あと砂糖ザラメをバーって入れて、で、それでシロップを作るわけです。で、出てくるじゃないですか。その梅シロップを入れて、水と氷で割って、夏に爽やかな梅ジュースにするみたいな。で、そしてシソなんかも混ぜて、紫色のシソジュースみたいな。これがね、結構好きでしたね。梅干しって、食べれる？苦手？まだ若いね。ね、年取ればすげえうまくなる。いや、もともと梅干しは僕中学校ぐらいまで苦手だったんですよ、やっぱ酸っぱいのは。でもやっぱね、二十歳過ぎると美味しく感じて、特に30過ぎてもう40になったじゃん、超うめえの。なんか梅干しでご飯一杯二杯いけるってわかる気がして。だからね、梅干しは確かに、蜂蜜梅も甘くて美味しいし、そうじゃなくて酸っぱい梅もいいっすね。だから梅干し、自家製の梅っていいっすね。うち、おかんつけてんのかな？どうなんだろう？はい、じゃあ次行きますね。はい、ナールさんからいただきました。私のソウルフードは、爽やかのハンバーグです。爽やかは私が住んでいる県にしかないハンバーグ屋さんなのですが、これがめちゃくちゃ美味しいです。県外から来ている人もいるぐらいなので、ぜひ静岡に来たら食べてみてください。お、爽やかのどんなハンバーグなんだろう？つなぎとか使ってる口かな？そうじゃないかな？なんだろう？やっぱふんわりなのかな？うん。ハンバーグはね、僕ね、いわゆる肉の食感がしっかりある方が好きなんですよ。いわゆるその、こねられてふんわりなんだけど、きめ細やかすぎない方が、僕は結構好きですね。ゴリゴリのやつが。ええ。だから、一時ハンバーグハマってね、いろいろ回ったことありますね。ただ、びっくりドンキーは大好きです。びっくりドンキーはどっちかきめ細やかの方ですけど、びっくりドンキーってびっくりコーラをセットで頼むっていうのがね、
え、知ってる？びっくりコーラ。あの、なんかこう、あの、なんか優勝トロフィーみたいなの出てくるやつ。あれをね、ストロー使わずにガッていくのがいいよね。ええー。いやね、ほんとね、若手の頃はね、よくみんなで行った。びっくりドンキー。うん。はい、じゃあ次行きましょうかね。はい、こちら、真冬のひまわりさんからいただきました。おー、素敵。はい。私のソウルフードは、茶碗蒸しです。おー、いいですね。地元では茶碗蒸しに栗の甘露煮と甘露煮のシロップを入れるため、プリンのような甘い味になります。へえ。なので、甘くない茶碗蒸しは茶碗蒸しじゃないと思ってしまいます。小さい頃から栗の甘露煮が入った甘い茶碗蒸しが大好きです。へえ。食べたことある？甘い茶碗蒸し。ない。こちらは、どちらなんでしょうかね、事務所じゃない、地元ね。じゃあ、まあ、事務所って言っちゃったから、青鬼プロでいっか。あ、でも食べてみたいな、甘露煮の。美味しいですよね、デザートみたいな感じでね。じゃあ続きまして、猫リンゴさんからいただきましたよ。私のソウルフードは、鶏ささみの唐揚げです。我が家の姉妹は、脂身などのぐにゅっとした、お肉が好きではないため、我が家の唐揚げはささみを使っています。運動会や遠足など、お弁当にはほぼ必ず入っていました。今でもよく作りますが、必ずと言っていいほど取り合いになります。確かにね、僕もね、ささみの唐揚げ大好き。ただ、ささみの唐揚げだと衣がパリめの方が好きだよね。ね、なんかね、衣が、結構薄めのパリッとした感じのね、やつがささみ合うよね。で、その、いわゆるもも肉系は、衣厚めの醤油がきつめのやつがいいっすよね。ええ。で、この白飯ガガっていけるやつ。その、衣きつめの醤油味が濃いめのやつは、お弁当でしなとなってもなんか大好きな感じ。うん。で、おにぎりにこうドッキングさせて食うと天むすっぽくなっていいじゃない。唐揚げだから唐むすっていうのかな。でもなんか、ふにゃっとしてるから天むすっぽくなるじゃん。あれ好きなんですね。いいっすよね。ああ、確かに唐揚げ。いいっすな。ささみか。まだ油物を作る自信はない。ちょっとね、まだ自炊、まだちょっと不慣れですけど。お、結構作ってるよ。結構やってる。やってる。シチュー。シチューばっかり作ってる。あと卵焼きとか。うん、作って。あとね、あとは何かな。シーチキンをいろいろ混ぜて、やったりとかね。うん。あと、納豆。うん。納豆ぶっかけて。あと、なんかこう、豆腐ぶっかけて。ぐちぐちにして。かっこむみたいな。一応料理でしょ。ね。いいでしょ。今日もたくさん買ったよ。コンビニのあの、冷蔵フード。いやー、あれね、いろんな種類食う。はい。じゃあ次ですね。ボルシチスキーさんからいただきました。ボルシチも作ってみたいね。私のソウルフードは、札幌一番塩ラーメンで、そうなんだよ。やっぱりラーメンは塩なんだよ。はい。私は昔からこれが大好物で、他のラーメンでも塩派なのですが、やっぱりこのロングセラー商品はさすがに美味しいです。大学時代、1年間の海外留学に出かける出かける日の朝、ご飯にも札幌一番塩ラーメンを食べ、長い別れを惜しんだものです。書いてるうちにまた食べたくなってきます。そうなんだよね。俺これを、卵を落として、混ぜないで白身を完全に固めるやつ。白身がメイン。塩の場合は。黄身よりも。それでね、食うのが好きですね。そうなんだよ。やっぱりこの、やっぱ塩に帰ってくんだね。ラーメン何が好き？醤油の人手挙げて。あ、1。塩の人手挙げて。はーい。1、2、3、4。味噌の人手挙げて。あ、味噌。蒙古タンメン。あ、辛いのだと蒙古タンメン。あ、豚骨好きな人。あ、でも豚骨は、やっぱりね、別ジャンルだよね。豚骨醤油いい。俺地元でよくね、豚骨食ってた。地元っていうか上京したての頃、調布に住んだから、調布のね、近場にね、うまい豚骨ラーメン食うとこがあって、この間行ったらなかったんだよね。ちょっとね、寂しかったね。うん。ということで、こんな感じで引き続き生メールをお待ちしております。メールは公式サイトの応募フォームから送ってください。お待ちしております。今のはギリセーフだろ？アンドキャスターは福山潤のラブナイツ。動画配信サービスアプリアンドキャストと超 A&G プラスで好評配信中のアンドキャスターはラブランチ。木曜担当の穂積優也と三浦和幸です。月曜から土曜お昼の12時から1時間、僕たち穂積優也と一緒にランチしませんか？詳しくはラブランチで検索。今日のランチは何ですか？自由すぎるぜ木曜日。月曜から土曜お昼の12時から動画配信サービスアプリアンドキャストと超 A&G プラスで好評配信中のアンドキャスターはラブランチ。金曜日の担当は勝谷優太と神尾慎一郎です。僕たち親友コンビとお昼を一緒に過ごしませんか？詳しくはラブランチで検索。ハバナイスランチ。
動画配信サービスアプリ&キャストと超 A&G プラスでお昼12時から生放送、&キャスターはラブランチ。土曜日はモノマネが上手な僕浅上洋平と浜田洋平がお送りします。それでは浜やんの得意なモノマネまで3219、みんな見てくれよ。福山潤のラブナイツ、いやっはー、ガチンコ生プレゼンバトルだぜ。世の中にはびこるいろいろな架空のテーマについて僕が全力でプレゼンをし、それを聞いた上でリスナーのあなたにどちらが勝者なのかを判定してもらうコーナーでございます。いやもう本当ね、だんだん皆さんもこのコーナーの要領が分かってきましたね。ということでもう早速いきましょうかね。もうご託はいいです。今回の対決テーマはこちら。我が校に伝わる伝説の卒業式名物。はい、ということでね、卒業式間近でございますから、言ったらもう1ヶ月切りましたからね。ということで、1ヶ月まだ切ってないか、1ヶ月ぐらい切っても切ってるよね、卒業式ならね。はい、ということでエントリー選手、早速まずは A コーナー、 VR 卒業式。こちらラジオネームリノスケさんからいただきました。そう、伝説の卒業式名物、いや何も伝説は伝わるものが全てじゃない、ここから始まる伝説だってあるんだ。そう、しかし VR という言葉が最近できた言葉だと思うな。昔からバーチャルリアリティという言葉はね、大竹まことさんが番組をやってた頃からずっとあったんだよ。知ってる？大竹まことのバーチャル放送局。知らない。あ、俺大好きだ。ハガキも投稿した。落ちたけど。ということでね、そのバーチャル卒業式想像してみてください。その場に行って装着してもいいし、家で装着してもいいし、自分の中でも理想のその卒業式が繰り広げられる。そう、催し物が開かれるかもしれない。一人一人呼ばれる前にみんなでの大合唱、思い出に残った体育祭とかね、もしくはその中で卒業式の中で出てくる卒業生のもう有名人の登場。もう出てないかもしれない、レディーガガが来るかもしれないよ。それも全て VR だからできる、バーチャルなんだから何でもあれ、こんな卒業式もいいんじゃないでしょうか。いやいいね。でもね、ちょっとね想像してみて、校長先生が読み上げてんだけど、生徒300人ぐらいが全員 VR つけてんの。心折れそうだよね。近未来でいいかもしれないね。いいかもしれない、ロケーションも構わないからね。はい、じゃあ続いてのエントリー行きましょうか。続いてのは B コーナーでございます。留年生による敗者復活戦。こちらリングネームラジオネームシロさんからいただきました。そう、留年生による敗者復活戦。この学校では留年はただでは留年させない、なんと復活戦があるんです。それを卒業式でみんながこう卒業証書を受け取った中で、そうだ、この中でみんな取り残されるのか、いやそんなことはしたくないはずだろう、お前たちがみんなで戦ってランバージャックデスマッチだ、その中で最後に残った勝って勝ち抜いた一人が、なんとお前らには卒業証書が与えられる。そう、命をかけた、いやいや学歴をかけた戦い、この敗者復活戦、もう伝説の卒業式名物でございます。いいっすね、これいいね。このシステムさ、いろんなこのゲームでやってもいいんじゃない。なんかさ、この敗者復活戦があることによって、もうこの卒業式までの間に留年確定してる子も、もしかしたら猛烈勉強とか何か一芸やって開花するかもしんないじゃん。これいいかもしんないよね。うん、催し物としてもいいしね。だから最後に全ての終わって、その子が卒業証書という名のベルトを巻いて、そのみんなが登壇してる列に入った瞬間に、思い出に残る敗者復活戦ってやって、最後に僕たち、私たち、そして僕は卒業しますって。そうそうそう、そこで流れるのがなぜか人、平井堅さんのヒーと、あの世界の中心で愛を叫ぶの、あのテーマが流れたら超いいんじゃない。さあ、ということでね、このどちらがプレゼンが良かったかですね、投票いたしますよ。 A がですね、VR 卒業式、そして B が敗者復活戦でございます。ということで、1分間でございます。皆さんエールを送ってください。それでは投票スタートです。いやー、よかったね。いやー、この敗者復活戦、これなんかこれアニメの中の設定であってもいいよね、学園ものとかで。
ね、盛り上がるよね。ドドバタ逆物とかでも全然使っていただいていいんじゃないですかね。じゃあ、そうですね、やってる間にね、他にどんなものがあったか紹介させて、これもね、いいっすね。これはラジオネームマイマイさんからいただきました。校長と卒業生ガチの腕相撲対決。いわゆるやんちゃな人たちもいるから、いわゆる今聞かなくなったかもしれないけど、俺らの中にお礼参りっていうのがあったのね。その中でなんかこう先生たちにお礼暴行みたいな感じがあったから、それを校長先生が一手に引き受ける。これに向けて校長がずっとね鍛えてんの。もう必ずなんかこう筋トレルーム行くと校長がいるのね。半年ぐらい前から。ね、みるみるうちにね、こうね、右手がナギリみたいになってんの。あ、わかんない人はね、花のケージ読んで。あっち左手だけどね。それで若いもんには負けねえということで、もう本当によ、ちゃんとテープも巻いてね。あ、俺のテープが外れちゃった。これ、ラジオ聞いてる人はわかんない。わかんない。ラジオ聞いてる人はわかんない。アンドキャストの人はわかる。ええ。だからもう本当ね、スタローンになった時のオーバーザトップですよ。ガンつってね。校長の高い金棒をね、超えていけっつね。他にもいただいてますね。こちら、私立烏森中学さんからいただきました。ギリギリ留年の生徒に対して、彼頑張ったよ、もうちょっとなんだよ、と校長が金ちゃんの仮想大賞の金ちゃんっぽく点数をもらおうとする。これね、できれば、壇上に、はしご状に、各教科の先生が並んでもらって、もう頑張ったんだよ、彼もうちょっとだよ、頑張ったんだよ、つったら先生たちが、ボーン。ポンポンポンつって、上の一番点数が悪かった人たちがそれで、ててやってくれるっていうね。そしたらもうきっとね、喜んで泣きながらね、いやーよかったね、よかったね、留年じゃなくて、もう卒業だよつって、いいね、ユーモア賞とかね、あげたいよね。はい、ありがとうございます。さあ、結果が出ましたね。こちら、 A VR 卒業式、B 留年生による敗者復活戦、大差がつきましたね。 73.21% で B の留年生による敗者復活戦の勝利です。いやー、でも強かったね。ちょっとね、最近皆さんの中でこう素晴らしいのが出てくる反面、パワーバランスが崩れてきたね。官房長官といい、パワーワードがね出てきちゃうからね、それになんとか対抗して皆さん頑張っていただければということで、次回のテーマを発表いたしましょう。次回のこのコーナーのテーマはこちら、お代理様にお雛様、雛壇に新たに加えるなら何。そうですね、もうそろそろお雛様でございますから、そのお代理様、お雛様、三人幹事とかいろいろあるじゃないですか。もうどこに入れても構いません。そのお代理様とお雛様の間でもいいです、横でもいいです、もうポジションも含めて想定してください。何がマストで入りますか。だってさ、お雛様もだんだん飾るところも少なくなってきたじゃない。現代未来に向けてこの文化を残すために何を入れたらいいのか、そこをですね、熱く日本の文化を残すために考えてください。ええ、いや本当これ重要だよ。ええ、だってお代理様にお雛様、真ん中に出川さんでもいいわけだから、雛壇だけみたいな、いいじゃないですかね。そういう感じで何でもいいです。もう僕がもうプレゼン全力でしますからね。ぜひとも送ってください。ということで、こちらのテーマへの皆さんへのエントリーお待ちしております。番組のメールフォームから送ってください。以上、ガチンコ生プレゼンバトルのコーナーでございました。ということで、ここで一曲お届けしましょう。福山潤でやっぱこれでしょ、ブレイキングドーン。そう思わないと、朝うらしい朝まで。
のラブライス。福山潤、他の人からすると謎が多い人物であるらしい私福山潤。そこでこのコーナーではあなたが知りたい僕のパーソナルなことに関するテーマを送ってもらい、それのベスト3、つまり福山潤を考えて発表していきたいと思います。ということで一息でいきました。もう時間もないので早速いきたいと思います。ラジオネーム大人になりたい栗太郎さんからいただきました。お、栗太郎いいね。もし一日だけ声が変わるとしたら、なってみたい声優さんの福山潤を教えてください。ああ、これはね、みんな考えるでしょう。だってみんないい声ばっかりだから僕らの業界。この声が欲しかったなーなんてのもあるでしょうよ。ということでもうすぐ出てきますよ、そんなの。じゃあ、第3位。秋尾大塚。やっぱ大塚秋尾さんでしょう。やっぱね、なんだろう、あの声の説得力の絶対感。やっぱりあの人いなかったら俺声優になってないかもしれないしね。やっぱ声優に興味を持つ、ダイレクトに興味を持ったきっかけの人でもあるからね、俺にとっちゃね。うん。かっこいいから。ねえ。だってさ、あんなに戦うコックさん似合う人いないじゃん。あ、セガールね。ええ、うん。セガールね。うん。沈黙シリーズのセガールね。うん。まあ、それ以外もいっぱいあるからさ。だってもうね、やっぱね、なんか一緒に何か仕事してもさ、あの人の声惚れるじゃん。ずるいよね。ねえ。いや、なりたい。俺26になったらあの子になってる予定だったんだよ。無理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 。第2位。千葉茂さん。これ、声というよりもやってみたい。やってみたい。あのね、あっきゃーって言いたい。あんな千葉さんの感じで。言いたい。言いたい。それは言いたいってだけ。でもね、千葉さん、声っていうよりもあの方が素晴らしいから。そこはね、声だけ真似ても無理ですよ。ええ、あの人の息にはいけません。ええ、でも、やってみたい。やってみたい。そして第一位いきますかね。早見沙織。ええだってあの透き通った声でさ、俺のトークやってみ面白いぜ。だって彼女あんだけしっかりしてんだからさ、芝居もさ、人間性もさ、もうしっかりしてんじゃん。だけどさ、その声でさ、俺このラジオやったらさ、あ、ダメだ、早見ファンに殺されるか。ダメか。ダメか。ごめん、早見。ごめん、早見。お前をいじったわけじゃない。いじったわけじゃないんだ。ごめん。いや、ごめん、ごめんね。ギャップを狙っちゃったな。ちょっと狙っちゃったかな。じゃあ、改めて第一いきますか。のとまみこ。変わんねえじゃねえか。癒しボイスだよ。なんか、のと、まみこファンに殺されるか。のとまみこファンに殺されるか。ダメか。あのもう、透き通った声でね。声でね、このラジオやったら。これ、延々女性声優でいけるな。はい。ということで、今日は以上でございます。こんな感じで皆さんの知りたい順番のテーマをお待ちしております。メールで番組宛に送ってください。以上、福山潤のコーナーでした。アンドキャスターは福山潤ラブナイツ。はい、それではここで引き続き募集した、メールを紹介していきます。こちらラジオネーム松っ子さんからいただきました。こちら感想ですね。先ほどの、今夜の帯ナイツすごく素敵でしたよ。毎週やってほしいくらい潤さんの告白ゼリフにドキドキしました。いつもは意味不明な選択肢ばっかりなのに何気に刺したね。こんな日もあるんですね。またやってくれ。俺そんな意味不明なこと言ってる？ほんと？結構ぐさってきたね。マジか。マジかマジか。そっか。おかしいな。俺毎週福山潤やってるの。2回。そしたら。分かったよ。じゃあ次からみんなに共感できる選択肢考えるわ。じゃあということで引き続き募集したテーマメールを紹介していきます。今夜のテーマはマイソウルフードです。こちらね、ラジオネームさくやさんからいただきました。私のマイソウルフードは味噌ピーナッツです。味噌ピーとは練り合わせた甘味噌といったピーナッツを合わせたものです。給食に毎回小袋で出ていたのですが、地元しかないのを大学で初めて知りました。美味しいのでぜひ食べてみてください。うまそうだね。これなんだろう、味噌ピー、おせんべいでピーナッツとなんかこうお味噌っぽい甘露的なやつを合わせたなんかやつない？そんな感じかな。
全部全然違う。味噌ピー。なんかこう、乾いてんの？ねりっとしてんの？本当に味噌？練ってんの？へぇー。すごいね。これ、甘味噌って何で味付けしてんのかな？蜂蜜かな？味噌の甘み？おぉ、ヘルシーじゃん。そっか、豆と豆を合わせてから合うよね、それね。ね、そりゃそうだよ。ピーナッツも豆だもんね。はい。じゃあ、次行きますかね。はーい。こちら、なぎささんからいただきました。私のソウルフードは、バター醤油ご飯です。いいね。私は生粋のどさんこなんですが、小さい頃から祖母が作ってくれたバターご飯が大好きです。熱々ほかほかの白いご飯の上で溶けていくバター、その上に醤油を少々かけると、たちまちいい香りが立ち込めるんです。食欲をかき立てられる悪魔的な食べ物です。寒い時に食べると元気になれますよ。冷蔵庫買ったんですから、バターを保存できると思うので、ぜひやってみてください。北海道旅行リベンジ待ってます。そう。バターにご飯はやべえって。ね？ちなみに文化さんだったら、なんかこう、懐かしのさ、オーベルジーヌとか、あるでしょ？あれもさ、バター、ね。ちょっとバター目かかってっしょ、ご飯ね。あれたまらん、かかってないあれ。バターっぽくない？あれバターっぽく飯だよね。あれきっと。どう、やっべ、俺ポンコツになったのかと思った。はい、続きまして、これ、モコウサさんからいただきました。私のソウルフードはゼリーフライです。ゼリーフライ？名前だけ聞くとゼラチンで固めたゼリーをフライしたものかと思いますが、うん、そう思いました。実は、おからのフライです。名前の由来は、形状や大きさが小判に近いことから、ゼニフライと呼ばれていたものが訛り、ゼリーフライになったそうです。あ、なるほどね。お金のゼニね。うん。学校の給食にも出るとても美味しいものです。あ、なるほど。でも、おから、あげるのうまいよね。絶対。ねえ。おからは。ちなみに僕のソウルフード、言うならば、高野豆腐のチーズ挟み揚げなんですよ。高野豆腐を戻して、ひたひたの甘いやつに、あれを、中切って、チーズを入れるわけです。で、それで、パン粉つけて、揚げて、そしたら中トロールでうまいの。サクサク中トロトロじわですよ。これうまいの。で、小学校の時にお弁当に、おかずみんなで一品作ってる、みんなで食べましょうよってので、作ってったら、お弁当の中で熱々入れたもんだから、しなしなになってて、べちゃべちゃになってて、班の奴らがみんな微妙な顔するから、おかしいなと思って、違う班の奴に、ねえねえ、これ食べてみて、つって、食べさせたら、食った瞬間にペッて吐き出す。マジ何これって言われて、俺が作ったって言えなくなったっていう。でも、熱々うまいから、やってみて、美味しいからね。はーい。続きまして、なっちゃんぺんさんからいただきました。私のソウルフードは母が作ってくれるコロコロ卵です。好きすぎて幼稚園の頃から最低でも週1回は食べています。作り方は簡単で、溶き卵に醤油と味の素をお好みで混ぜ、熱したフライパンに入れてかまかまし？お、こういうんだね。入り卵にするだけです。簡単ですが最高に美味しいのでぜひ作ってみてください。ちなみにウインナーを入れても美味しいです。あ、なるほど。そういった味付けのスクランブルエッグってことね。うん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 。確かにコロコロ卵。あれ？スクランブルエッグのことなんて言ってた？子供の頃。あれ？俺なんて言ったっけ？ボロボロ卵？違う、なんて言ってたんだろう。今なんかスクランブルエッグになってから小さい時なんか違う読み方言ってた。クチクチ卵？違うな。なんか言ってたね。うん。入り卵。いや、そんなね、アカデミックな名前じゃなかった。うん。もっとスラング的なやつだったよ。うわ、思い出せねえな。何卵だろう。うわ、もやっとするわ。ああ、オッケー、もうお時間いっぱいですか。はい。ということでね、皆さんメールたくさんありがとうございました。ということで、たくさんのメール、コメントありがとうございましたよ。アンドキャストアワー。福山潤のラブナイツ。動画配信サービスアプリアンドキャスト超 A&G プラスで日曜13時30分から生放送アンドキャストアワー劇団プレステージのラブランチザサンデー、毎週劇団プレステージのメンバーが入れ替わりでお届け。今からメンバー紹介をします。石原聡真、伊沢健太、今井太郎、渡良、大玉崎、中高、みんな見てね。赤羽健二と浜健人でお送りするアンドキャスターはラブランチ水曜日。毎週赤羽さん、先輩はどっしり構えていてください。あ、そう。僕たちは毎週水曜お昼の12時から放送中ですよ。ぜひ聞いて。赤羽、ここは俺に任せていろ。皆さんぜひ聞いてください。少しは喋らせてほしいな。入江玲奈です。上西哲平です。動画配信サービスアプリアンドキャストと超 A&G プラスで月曜日から土曜日のお昼12時から生放送アンドキャスターはラブランチ。
チ。火曜日は生き物について詳しくなる60分。生きとし生けるものよ、ランチタイムは僕らと一緒にラブランチ。ランドキャスターは福山潤ラブナイツ。はい、深夜1時から文化放送東海ラジオ、そしてアンドキャストでお送りしてきましたアンドキャスターは福山潤のラブナイツ、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。番組では皆さんからのメールをお待ちしております、各コーナー宛てのものからただただ僕に聞いてみたいことをやってほしいコーナーなど、どんなことでも OK です。お待ちしておりますよ、メールは公式サイトのホームホームから送ってください、そしてこの番組は本日の13時半からアンドキャストで再配信があります、見逃した方や再配信があります、はい、見逃した方やもう一度見た方はぜひご覧くださいということでね。さてアンドキャストの方では本日最後のクエストが始まっておりますよ、今日のエールのポイントランキングは確定するまであと少しでございます。ランキング順位になるという方は頑張ってくださいね、はい、アンドキャストでご覧の皆さんは本編終了後アフタートークをお届けします。こちらでは皆さんからのコメントの紹介をしますので、アンドキャストでご覧の皆さんはぜひそのままお待ちください。文化放送東海ラジオでお聞きの皆さんもぜひアプリをダウンロードしてアフタートークも聞いてくださいね。今日は盛り上がりますからね、はい、ということで、まあね、あのドラマ好評のようですね、なんかいいんじゃないですかね。まあでもあの僕らはね、よくあの声優になる前とかラジオドラマ慣れ親しんでましたから、ラジオからドラマが流れるなんてのがね、なんかいい試みだななんて思いますね、はい、メールいただいてます。読みますかね、感想とかね、いただきますか、はい、こちらですね、純香さんからいただきました。オビナイツのラジオドラマさすが本業、噛む回数少なかったです。一回しか噛んでねえわ。え、噛んだの？ダメじゃん。はい、まさかの分岐後はアドリブでびっくりしました。エセ関西弁、関西弁館は通常営業ですね。とてもニヤニヤしました。くそ、俺がねエセ関西弁風なのはね、声が上品だから。はい、ラジオドラマ聞く機会って減ってきてしまったので、ぜひともまたやってほしいですね。はい、まあでも東海ラジオでって言ったらね、僕東海ラジオでよくラジオ聞いて、ラジオドラマ聞いてましたもん。あ、確かあの熱血電波クラブって東海ラジオだったでしょ。違う、そうだったよね。違うかな、うん、はい、続きましてマイマイさんからいただきました。先週は全然噛まなかったのに今日は40分ぴったりで仮想隊長って言いましたね言った俺、言った、どん兵衛は5分なのでちょっと固めでした俺仮想隊長って言った、気づいてねえや、なんで40分なの。はい、ということで出ましたかね、はい、こちらですねランキングが出ましたよ、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、3位は塩さんからいただきました、お、ラーメンも塩だからね。そして2位はミオさんからいただきました、ラーメンもミオだからね。そして1位はミナさんからいただきました、ラーメンミナ好きだからね。はい、ということでおめでとうございますということでね、まあ今日も無事ではなく終わりましたな、よかったです。しかし今日はまあ あんま噛まなかったね、でしょ、これおかしいな、そっか、はい、ということでアンドキャスターはラブナイツ、明日木曜日は諏訪部純一さんがパーソナリティを務めます。ぜひ明日も聞いてくださいね。どんなドラマになるのでしょうか、エロい感じになるのかな、期待してください。以上、水曜日のお相手は私、協力あおりプロでした。また来週、バイバーイ。番組気づけば長くやってるよね。今や家みたいですよね。番組名には学園って入ってるんだけどね。じゃあ学園の中に家がある感じですかね。大阪市立花井学園レイディオは超 A&G プラスで毎週金曜深夜1時から放送中。7月前セカンドライブジャーニー&マイミュージックが4月28日日曜日、中野サンプラザホールにて開催決定です。良い旅、良い時間にしましょうね。待ってます。詳しくはランティスオフィシャルサイトをチェック。森口博子です。 BS11 アナウンサー八木直です。私たちがお送りしている珠玉のアニソン番組アニソンデイズプラス、次回のゲストはこのお二人。吉田山本です。よろしくお願いします。アニソンデイズプラスは2月16日夜6時からぜひ聞いてください。合言葉はアニレプ。ネクストブレイカーズ、
文化放送では来年4月の新入社員入社試験エントリーを受け付けています。ご希望の方は文化放送ホームページの採用情報サイトネクストブレイカーズから。エントリーは3月11日月曜日まで。タコニキサードアルバムを引っ提げた当伴ゼップ4デイズ、軟体的なボヤージ、あなたとの約束。東京公演は5月3日4日の2デイズ。会場はゼップダイバーシティ東京。詳しくはたこ焼きレインボーオフィシャルホームページをチェック。あなたのマイメディア文化放送2時です。